はい、まあ、あのビフォーの状態だとこう後ろも結構間延びしていて、ちょっとこう頭の丸みとかがちょっとこう平べったく見えるような状態で、まあ、彼女自体は 目とかこうすごい可愛いんですけど、そういったなんかこうこのフェイスラインの目鼻立ちとかをこうはっきりさせるっていうところで、まあ、後ろのちょっとバランスと、まあ、その顔際のちょっとこう緩やかなっていうか動きがつくようなちょっとカットをちょっとさせていただきました。結構なんかこうペタッとしがちっていうか、あと髪の毛に癖があるんですけど、どちらかというとそれがボリュームとそのペタッとなりやすいっていう質感だったので、まあ、そこをちょっとこう、まあ、独自のそのカットでふわっとさせるというか、はい。まあ一応なんかこうあのボンの首より下を耳真ん中で三角ベースでちょっとこう取って、なんかそこの部分を少しこうなんですかね、全部こう削ぐというかなくした状態で上の部分にその、上のオーバーセクションにレイヤーを入れていくという感じ で、まあ、レイヤー入れた後にまたトップの部分をちょっとこう独立して、あのフェイスラインより手前までをちょっとポッコレイヤーという僕のちょっと技術で切っていくという感じ で、あえてこうブラントで切ることによって、その毛先の部分がちょっとひよこのケツみたいに、お尻みたいにちょっとポケってなってて、なんかそれがなんかこう海外の女性みたいなこなれ感というか、割となんかこうなんですか、結局ショートとかなるとこうシュッて入ってて顔際ペタみたいな、もしくはなんか全部がこう同じような動きしてて、結局なんか日本人アジア人みたいな感じに結構なりがちなんですけど、そこをちょっとこうブラントにした上で、あの鉢植えの部分から動きがつくことで、なんかこう不揃いというか、そのもう独立した動きが結構あるので、なんかその部分がなんかこう可愛いで、なんかこの重さがちょっとあのこなれ感になってるのかなっていうところが、なんかこう切りましたっていう、もうかなり変わってるんですけど、切りましたっていうよりはなんかおしゃれになったなっていう、ああいうのってなんか意外とパーマとかかけないと普通は生まれにくいと思うんですけど、それがちょっとこうなんちゃんとした高さとかウェイトを合わせることで、ああいう風になんか動きが出てくるので、そういった感じのカットで、あとバングは、まあ、彼女自体あのすごく、まあ、口も可愛いんですけど、なんかアヒルみたいな感じ でなんかその目もやっぱすごい可愛いので、こうむちゃくちゃ短く切るか、逆にこう残してちょっとこうすだれのように見せるかっていうところで、ちょっと前髪も、まあ、一応なんか、目頭から目頭までをまっすぐ切って、目頭から目尻までをちょっと1センチぐらいラウンドさせて、ちょっとこう中央寄せでなんかこうカットしていくんですね。でそこで角を落とした上で二分割にして、ちょっとこうグラデーションを入れて、そのグラデーションを入れるところの上の部分をちょっとこうあえて不揃いにして、これも僕がちょっと作ったんですけど、散らかりバングって言って、散らかるちょっとバングみたいな感じで、そうすることによって顔際とかになんかこういったなんかこう少し毛が入ってくるので、それがなんか意外とセンターパートって分けるとパッて分かれちゃったりとかするんですけど、なんかあの切り方をしてると分けてもこの辺にこう毛が入ってくるから、まあ、女性だったらなんかこう色気が出たりとか大人っぽさが出たり、まあ、男性だったらちょっとこういやらしい感じが出るので、なんかそういったところをちょっと今回は前髪とかは意識してやっていきました。はい、乾かしながらこう、そうですね、はい、結局ブローもせずにハンドブローだけで結局決まっちゃうっていうところが、まあ、あとはその本当に量感とかそういったところの調整も大事にはなってくるんですけど、まあ、それがあるから結構動くっていうのが、多分美容師さんって結構スタイリング剤いっぱい頑張ったりとかブロー頑張ったりとか鏡の前で結構自分の技をやりがちなんですけど、カットでしっかり決まってるともうお客さん家に帰ってもあれができるので、そういったところでは かなりやりやすいカットになってるのかなって思います。はい、シャンプーで、髪の毛洗うような感じの手つきで大きく動かしてもらって、なんかどっちかに固めるっていうよりは大きく動かしていくと、そこで髪の毛がこう動いてくれるので、まあ、そういう動いてきたらなんか自分がちょっと跳ねさせたいとこだけちょっとこう3本の指とかでこうグニグニってやってもらえると、けどまあ、お客様とかだったら
大きく動かした後にある程度乾いてきたら、これなんか目の錯覚で、トップをもう全部じゃなくてトップのここら辺なんかトップからちょっと後ろを少しだけ右から左とかちょっとこう斜め後ろとかに持っていってあげると、あの面長の人は顔が丸く見えたりとか、丸の人はちょっとこう縦長に見えるんですよ。だからこうすごい何ですか、それをやるだけで顔のバランスがすごく良くなるんで、そういったところをちょっとこうやってあげて、その後スタイリング剤をつけるともう可愛いっていう。今回は、ちょっと柔らかいクリームと少しだけあのフォーム、あのモデリングカナチュラの F っていうちょっとあのポンプフォーム的な感じのやつをつけて少しだけみずみずしくするというか、ある程度全体をあの柔らかいクリームでまぶした後になんか少しだけちょっとこうツヤ感というか濡れた感じ出したい時にそれをやる感じです。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。